つこのままどこに、日本どうすんの、これから。で戦争もちろん終わりますよ、ウクライナ負け、今でも負けてんだけど負け。でなんだあの NATO というやつ、ユーロ圏、これからお互いに裏切りが始まりますから、自分の身が大切。そうすると問題は我が日本どうするんだろう、どうやって抜けるの、これから。アメリカのバイデンさん、なんだあんなウクライナにのめり込むかご存知ですか。あの次男、お父さん、副大統領の時どれだけウクライナからお金もらったのよ。ウクライナが負けてアーカイブスでバッと開かれた時、出てくる名前はバイデン副大統領、次男か、一緒に何かやってたのか、もちろんやってたんですよ。それが問題にならない。それをアメリカで問題してるのはフォックスニュースだね。さあ日本どこへか。でこの間聞いたんですけど、日本の平均給料韓国より低いらしいんですよ。本当？本当ですよ。韓国より低い、俺たちあそこのどっかお金あげてたんじゃん、今度もらう番じゃん、くれるかしら。皆さん、アメリカで日本はニュースになりませんけど、何か外で起こるとアメリカ必ず日本に来る。なんで来るのよ、殴りに来るんですよ。で殴られたくねえから一生懸命出す。皆さんも税金出してんだよ。税金で足らなかったらガーッとかねつって出してるし、もうないのかこの国は。永田町の男と女どもが10年、20年、30年こんざんの感じ、バブルが弾けて失われた10年のもう一回感情性、30年だろ。僕らどうなんで、俺たち。いや皆さん一人一人日本人非常に優秀ですよ。俺アメリカでも見ました、日本から来た人優秀。永田町、皆さんのために何かしたんか、それとも朝から晩までいろいろな規則を作りやがって。皆さん永田町と私たち完全に有利してんだよ。日本に欠けてんのは政治家のトップのおっちゃん、せめて内閣総理大臣、内閣の大臣たちが皆さんそれぞれの分野で将来のビジョン話さなきゃ。